どうもドライトです。以前マイクラ中にマウスポインターがウィンドウからはみ出るバグを紹介いたしましたが、こちらの条件が判明しました。ということで今回は PC でマイクラプレイ中にマウスポインターが外に出てしまうバグの続報で、出ないようにするための対処法を紹介いたします。こちらはおてんばゆかさんからの情報です。ありがとうございます。前回はなぜこのような状態になるのか絶対的な条件が分かりませんでした。ただ今回はその条件が判明し、その方法を紹介いたします。マイクラプレイ中にマウスを動かしてもウィンドウの外には出ないですよね。しかしこちらの Windows マークを押しながら G キーを押すとゲームバーが開きます。一通り操作した後に画面外をクリックすると、インベントリやメニュー画面でもないのにマウスポインターが外に出てしまいました。これで操作をしてしまうとポインターが外へと出てしまい、ウィンドウ外でクリックしてしまうとメニュー画面になってしまい、ゲームを止めてしまいます。これが今回のバグの原因です。こちらの対処法として PC の再起動をしないといけません。ただこれさえしなければこのバグは起きないということになります。つまりゲームバーを出さなければバグが起きないということです。ちなみに別のゲームでも同じようなことが起こるようです。マイクラだけのバグではないので、おそらくゲームバーに関するバグになります。なのでこれはマイクラ側にバグ報告をしても、おそらくマイクラでは修正されないかと思います。まあマイクラもマイクロソフトに関係あるので間接的に伝わるかもしれませんね。以上、PC でマイクラプレイ中にマウスポインターが外に出てしまうバグの対処法について紹介いたしました。よかったら参考にしてください。マイクラだけのバグではないってことでしたね。マイクラ中はゲームバーを出さないようにしてプレイすれば、こちらのバグは起こらないかと思います。皆さんも気をつけてゲームをしましょう。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。